大変ですか、選挙でそうですね、自分なんかもう目の前なので、出され以にも終わっちゃうので、ですよ、ねうん、今日になってるのか、なってないのかも分からない、<laughs> 何回やっても分からないんだよな、<laughs> ううもう6回目の選挙なんですけど。 時刻は午後七時を回りました FM ギナーを聴きの皆様こんばんは,んばんはさあ、えー、この時間はですねー大井沖縄の時間でございますこの番組は、えー、週替わりで県内の、えー、若手議員さんがですね、えー、保守系の若手議員さんが、はいえー、週替わりで MC を,を務めます番組でございます、はい、本日の MC はどうぞ自己紹介 はい北谷、えー、町議会議員の戸口雅ですはい戸口さん、北谷町ということで、宜野湾市のお隣の、えー、お隣ですが、北谷、はい、町も統一地方選がそうですねあの、1週間早いんですが、9月2日に、北谷、はい、町はありますね、ああも再来週、もう来週再来週には告示入ってもあっという間に終わりますね。 9月の2日ですので9月の2日はいあもうじゃあ今週で告示そうです来週28日ですねはいはいはい5日間しかないので町は町村ははいそうなんですか5日間しかないのであっという間に終わるって感じですねなるほどじゃあ今はもう結構大変ですね そうですねやっぱり、あのー、6回目の選挙になるんですけど6回、はい、<laughs> 25からですかね、あのー立候補して、毎回この時期になると、やっぱり、あのー、何やってたんだろういつも振り返りながらやって、<laughs> <laughs> 本当にこれが、あのー、なってんだろうなと思いながらやってる手探り状況です、いまあ、未だに、はい、あー6回って、でもすごいですねそうですね、大ベテランじゃないですか。<laughs> まあ、奇数的に言うと、はい、そうですね。ただ、まだあの、人生経験がずっとまだまだですので。まだ頑張っていきたいと思います。ね若い。んで徳井さん、今はおいくつでしたっけ?。現在三十九歳です。三十九。はい。三十九で六回ですからね。そうですね。すごいですよね。あっという間ですよ。でも、真ん中で、はい。最近は表彰も受けましたからね。あの、町村議会っていうのは。県の町村議会っていうのがあって、まあ、県、あの。 全国もあるんですけど、はい、そこで12年以上議員やった方々っていうのはすか、永続経年みたいな感じ近年みたいな感じで、えーはい、あるんですよ。はいははこれは結構大きい賞でこれも多分おそらく県内では最年少じゃないですかね, <laughs> ね、はい、30代でもらうっていうのはなかなか多分ないと思いますのでですよね。 そうういですねやっぱりそういうのは、えー、ご自身でどうですか、嬉しいですかそうですね私が最初に議員に当選したし時、にちょうど25、五6の同じような賞をもらって。 当時のこの先輩が確かもう70近くの、まあ、70超えてる方々がもらってるイメージがあったのではい、はい、あとてもあのなんていうんですかねもちろんあのすごい賞なんだなと思ったんですがこれだけあの立派な方々がもらう賞なんだなと思って、はい、まあそれを。 まあいずれ自分もらうのかな程度に考えていたんですが <laughs> まあいざ手にしてみるとやっぱりあのまだまだね、うん、人生経験も先ほど言ったような,なかなかない中でもらったのでう、はい、もうちょっとあの経験積んでもらってもよかったのかなと当時の思いをするとていうのもありますねまだまだ自分がそこに追いついてないかなという思いもありますすすねねねでででからら素晴しいさあ、えーっとですね、今日はですね。 この CM の後ちょっとね、戸口さんの公約もちょっと聞きたいなと思っています、はい、そして、えー、今日はですね、高齢者のこの免許更新、はい、県内ね、結構大変みたいなので、そういったお話、そして認知症のお話ですね、えー、そして、鉄軌道のお話と続いていきます、はい、ぜひ皆さん、最後までお付き合いください。 えー、この番組ではメッセージそして、えー、コメントツイキャスでのコメント皆様のご参加をお持ちしておりますメールアドレスが 797-FMGNO1.com797-FMGNO1.com ツイキャスそして Ustream さらに、えー、サイマル放送でネット配信も行ってますツイキャスから参加してくれてますスプレームさんコメント早速来てますよ山内さん、戸口さんこんばんはということで、はい ありがいですね。はい、今日も、えー、スプレムさんぜひ最後まで参加してくださいよろしくお願いしますさあ、えー、ギノワンヒルズ通り海の見えるとても綺麗な夕日綺麗なんですよね、えー、FM ギノワンのスタジオよりこの後と、えー、午後8時まで生放送でお送りしていきます大井沖縄でございます皆さん最後までお付き合いくださいよろしくお願いしますそれでは一旦 CM いきます 結構もうコメント的なのは、毎回も来る感じ。あ、あそうですね。す、は、ごいそうですね。この前を。何度か、あの、本当の。なんていうんですかね。ちょっと重い。相談とかも、メールで。あ、そうなんですか。はい。来たりしてるので。はあはい、やっぱね、こういう、なんていうんですかね。議員さんと。 どんなに接していいかわからないっていう方も、まだまだ多いと思うんですよ、うん。はいはいはい、そうですよね。こういう番組がね、きっかけになって、うん、いろいろと。そういうのがあれば。ありがたいですね、興味を持ってい、ね。いただくということは。うん 建物なくなりましたねそうです。虫がすごいですよだから虫虫虫こっちかなえー、そっか結構すぐ回ってる、ね、UFO じゃないですか、うん、違,違う。飛行機ですか飛行機じゃないですか,飛行,機か飛行機ですよ <laughs> こっちで前 UFO 見たんですあそうなんですか UFO？多分。へえー。本当に大きくて。そういですね。多分ですよ。<laughs> でも有名がありますね。消 <laughs> えたらでも UFO じゃないですか？飛行機かな？飛行機じゃあんだけ。 さあお送りしております大井沖縄でございます本日の MC は、えー、茶壇町議の戸口さんでございますはいよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますそして進行はフ、えー、FM 議長の山内ですさて、えー、戸口さん茶壇町議戦がですねえっ、ー、と、はい、9月の2日に行われるということではいそうですねはい 今、大変になってるという話ですが、はい、えと徳口さんの公約ってどんなあれを掲げてるんですか、今。ま,あ今までは やはりあの子育て世代ですので乳幼児含めて子どもたちの医療費を,やっぱりこれを義務教育の間はやっぱ無料化にしていこうという取り組みを実は十何年か前から始めてでまあおかげさまであの今現在、と山町は義務教育の間はあの子どもたちの医療費通院、入院も含めて全部一応無料にはいなっているという状況で。 でちょっと今回から、ですねちょうど私たちの年代っていうんですかね、はいはい、30後半、ないし40前半、中間ぐらいの方々がやっぱりあの感じてくる、例えばあの親の介護だったり、あと結構やっぱり日の当たらないところっていうんですかね、今回、この高齢者福祉と、はい、でもう1つですね、あの障害者の福祉の方もも、はい、あと議会改革、この3つをちょっと柱に掲げて、 もちろん今まで通り経済対策とかもちろんあの子育て、で教育の環境というのもあのもちろんやっていくんですがちょっとやっぱりなかなかこの4期務めた中でやはりどうしても北谷町は遅れているなっていうのがあるのではいそこをですねやっぱり今回は4年間取り組んでいきたいなという新たなあの取り組みでもありますねはいえともう一回整理すると3つの柱、高齢者福祉。 そして障害者の福祉、議会改革、議会改革が遅れているんですか、それともこの3つが結構遅れている上の2つ、です議会改革の方はですは、ね、数字にすると遅れています、要はなんかのよく数字化されるんですよ、ここは何点、えー、情報化して何点とか、えー、しかしあの自分自身はです、ね、結構いろいろ勉強させていただいたんですが。うん あの遅れている方ではないですね、確か託児所があったりもしますすよねね、はい、そうです、ね、結構進んでるイメージがあります,けどそうですね、はい、ただ、しかしランキング的にすると遅れているって感じなので、<laughs> はい、私はそこにとらわれないでもっともっとあの前進していこうこというこの機会確認ですね。 えー、高齢者福祉とその障害者福祉が遅れているということですね、はい、その具体的にどの辺ががというのはありますかまず、障害者の今回、福祉をちょっと大きくまず最初に実は取り上げています、実はこれまで以上、実は一度も取られたことのないあの政策の一つで、うん、もちろん町長選挙等にも出てこなかったものなんですけど、この障害者の,あの要はなんていうんですかね、 えっと障害者の就労継続支援事業っていうのがはあるんですよ。A 事業、B 事業とか細かく分けはあるんですけど、うん、あの実際茶団町がですね、はい、二来の里さんというところがですね。はいはい まあ今はあの社会福祉協議会の中の,あの参加としてあるんですが、はい、まあこれをいずれ独立してやっていくんですけど、うん、これがあのこの就労継続支援事業といって,言って<ー>要はあのちょっと障害を抱えた方々がここをですね雇ってというかここで働かせて、うん、その工賃を上げていってあのまあ働く環境をもちろん次のステップに上げるのか、うん、でそこで働いていくのかってやるんですけど、はい、それがですねあの実は茶 だいいぶ遅れててまして<ー>ここも何て言うんですか本来だったら庁舎内でその方々をですねしっかりなんていうのこの雇用の場を作ってあげればいいものをこれもなかなかできていない、はい、でまあありきたりな何なて言うんですかね苗を植えさせたりとかあで少しあのなんていうの庭の手入れをさせてる程度のとでましてや あの建物自体はですね数年前に一応建て替えはしたんですが、はい、とても実は偏僻なところにあって相当なあの何て言うんですかね谷底みたいなところに作られてて茶の、はい、あるんですよわかりますあれは通り道にもなってまと,とひどいよなってことで <laughs> いくらなんでも <laughs> 普通のあの献上しっていた あれなんです。普通の事業者でさえなかなか厳しいだろうっていうところを、はい、やはりそういうところをですね。こういう方々がのやってるっていうなんか何て言うんですかね。別に差別はするつもりないんですけど、もう少しいい環境でまともな環境でやってもいいのかなっていう,うこの環境整備も必要かなってとし考えてますね。はいはい、はい、なるほど。はい。そうなんですね。えー、っとですね。そういった、えー、問題があるということですが、茶炭えっと,、えー、っとまあしょう 障害福祉はそんな感じで考えているということですが高齢者の方は高齢者福祉がですねまさに先ほど言った認知症対策ですね高齢者福祉もですね実は多岐にわたるんですよね、もちろん介護もありますしもちろん若年高齢者っていうのかなまだまだ若いんだけどやっぱり要介護になったりとか高齢者じゃないんですけど。 もうましては50代後半からもなったりと高齢者福祉も実は、滝に、福祉場面滝に当たるんですけど、うん、特にあの実はあの力を入れたいことは今回ありまして、はい、認知症これをやっぱり力を入れていきたいなというのが実はあってなるほどでこれはどうしても行政だけでやってしまうと、はい、なかなかあのできない部分がありますのでそれをできれば行政と。 で地域とで地域の自治会でもちろんボランティア等も含めてですねこの3位ぐらいが一体となってできたらなと4社ぐらいが一体となってできればもちろんこの事業者もありますのでそれをいろいろケアしていただいているあの支援者等もいますのでそれをうまく先進的な部分を作ってまずは地域からであくまでも行政はそこと一緒に横並びで一緒にやっていくという形を作っていかないと。 認知症っっっってててやっぱり結構目の前に迫ってるなと思って例えばうちの親とかもま,あまだなんですけど、はいうん、本当にもう30代中間ぐらいからですかねなんか自分の親の調子がおかしいんだよなとかで結局蓋を開けてみたら認知症ではなくて、はい、別なあの病気だった脳の病気だったとかもあるのでひとく認知症っていう言葉が今とっても進んではいるんですけどしかしこれの認知症だろうな物忘れだろうなと思って捉えてたものが実は、うん 軽い脳梗塞だっったとかっていうこののああれもありますのでやっぱりこの辺はの自分たち世代からしっかり勉強して認知症っていうのはこういうものだよでいろんなねそれに欠か,かるような部分はこういうものだよいやこういう病気が隠れてるかもしれないよっていうんですね全てを網羅するのは厳しいんですけどこれ一つの認知症っていうことをしっかり理解していけばもしかしたら 軽い脳梗塞とかまた別な脳の病気があるというときの,の判断基準になると思うのでこれをまずはやっていきたいなっていうのがまずは金のかからないことからやってもちろん金がかかることは行政が支援していくという形をやって,いっていきたいと思ってますね、うん、この二つともこの地域福祉って結構大変なテーマですねとっても大変ですねだってこれ両方とも幅広いじゃないですかそうなんですよしかも県もやってるし国もやってるしっていうこの、はいはい そそうううなんでですすさというかよね <laughs> <だ>この辺をですね、うん、まずは結構やっぱりやっていただいてるんですよおっしゃってるように、うん、あのもちろん国もあの率先してやってますし、はい、でもちろん県も、うん、で市町村も実はやってるんですけどす、ねうん、しかしそれを落とし込むのに実は。 大変でうん、うん、やっぱりこのもちろん予算もかかっているものですからやっぱり単年事業といって1年この年度内にやらないといけないとか、うん、でいついつまでに予算を消化しなければいけないとか<ー>一もう本当に公共事業の用とは言わないんですけどうん、うん、そういうやっぱり縛りっていうのも逆にかかってくるのでなるほど、ね、ここは一旦なんていうんですかね あの立ち返ってた振り戻ってではないんですけどうん、うん、何をやっぱりやらなければいけないのかなっていうことをやっぱり地域からまず自分やりたいなと実は思って,て実は今の私が今住んで江口区っていうところがあるんですけどエイサーが実はとても有名な地域なんですけどそこの地域もやっぱりあの昔からのあのなんていうんですかねブラックではないんですよ。あのなんいかな新興地域で30年前 約40年前ですかねぐらいに建物が建ってきて今まさにここの高齢化が始まってきてきるところなんですようんそういうところでうまくやっぱり先進的な分を作っていきたいということでこの区長さんが銭湯になって例えばあの団地もあるので公園団地うんこの公園団地の中の集会場を使われてないところを 地域の皆さん掃除してそこにえぐち屋って作ってお年寄りとか集めてその交流の場にしていくとかでちょっとうちら防災も実は結構進んでますのでこの防災の地域を回るんですよ危ないてブロックが落ちそうとか空き穴ってるからこっちちょっと水崩れるんじゃないかとか地域の方々がそうじゃはい地域の自主防災組織ってあうんですか あのー、結構やっぱり認知症になっている方々も実は多いのでまあ民生院とも絡みながら例えばじゃあこの民生院と絡みながら地域と絡みながら認知症のお年寄りがいなくなった場合。はいはい どうしようかっていうのを行政に頼むんじゃなくてまずは身近な自分たちでやっぱり歩いていくので20分30分分か,かってていれば結構歩いていくんですよそれをやっぱり1分でも早く見つけるってことでこの防災やっていた地域を分かるメンバーが次はこの認知症の要は捜索隊になろうということの実はこの訓練とかもやっていて。 で楽しみながらなおかつ続けながらそして自分たちのこの自主防災で持っているこの地域の何て言うんてですかね隙間っていうんですかねこういうところに子ども隠れないようなってところを実はあのお年寄りが亡くなった場合のやっぱあの見つからない認知症ですねの時の状況ってやっぱり結構。 あのそういうところに隠れたりとかっていう方で結構命を落とす方もいますのでうやっぱそういうところを真っ先に見つけきれるのはやっぱそういう知識があるだろうということでうじゃそういうことに絡めてということを認知症の方々を地域で支えていってでそして地域の方がまず理解していけばうん、うん、いくら 万が一自分が認知症になっても、はい、20年後ぐらいになったとしても、うん、地域でしっかり暮らせるようなのを作りたいなと思ってこれをあの人認知症だからもうもさもからちょっともう相手にしないよとかではなくて同じ地域のもうおじおばなんで、はいあのー、危害は加えないので <laughs>、うん、この人たちがなんか乱暴したりとか殴ったりっていうわけではないのでうそういう人たちをしっかり理解することによって、うん、で一緒に共存共存っていうのかな一緒に住んでるのね。 じゃあ自分たちで解決していこう,うその必ずすぐ見つけられるだろうし、うん、で万が一のことも起きないだろうしっていうのをまずは地域からやっていってモデル地域を作って、はい、そして町内の各行政のところにもこういうことをやっていきましょうっていうのをう実はその時にまた行政のタイアップが必要ですので、はい、はははその時には多少の予算がかかると思うんですよ。うん、うちちはたまたままの自主防災っていう組織が立ち上が立上 しっかりしているのでやってるけど例えば、それ立ち上げるのに多少のちょっと立ち上げ費用とかかるのでその辺はまた行政が頑張っていただくとかっていう形で認知症対策っていうのをやっていきたいなっていうのは思ってますねいやー難しいテーマだと思いますがそうです、ね、地域づくりってやっぱりこの技能も結構盛んで見てはいるんですけどやっぱりこうなんていうのかな広いので。うん もう本当にこつこつとやるしかないのかなうまさにそれです。えー、して、関わる人を増やす。お金よりかは人を増やした方がいいと思いますね。大変なテーマだと思うけど、避けては通れないのかなってう気がしますね。すねえー、シプレームさっ来てますね、はいえー。チャタンには、にらセンターという地域の方が集う素晴らしい障害学習センターがありますよね。ますそうですねにセ,、うん、センター、ま、さにあのー 地域のちょうど中心ぐらいですね東東部地域って私よく言うんですけど結構素晴らしい図書館もありますしホ、ね、ー,ールもありますしそうです、ね、あのまさにあのもちろん隣には総合運動グラウンドっていってあの結構駐車場も大きく取られてますので地域の人が集うのはとてもいい場所ですね、はい、なるほど、えー、高松真リーさん認知症対策というあこれ後で読みます。ごめんんなささいプレームさん 寿命が伸びて少子化が進む中、はい、保険制度が破綻する可能性がありますから、はい、いかに健康寿命を伸ばすかが寛容でですすよねそうですまさにそれですねまさにこの技能はしな学校にありますね特定健診を受けましょうってこれまさにこれなんですよあの健康対策、まあ、この健康に本当に寿命を伸ばしていくまあよく昔ピンピンコロリンってよく言いますよね、はい、<laughs> あれが本当にいいのか悪いのかっていうのはちょっと自分なりにちょっと疑問は感じるんですが、はい、まあしかしあの健康でやっぱりあの。 長生きするっていうのはとてもいいことですので。うん、そうですよね。はい、できれば。僕も。死ぬ直前までは。楽しんでいたいのが。<laughs> 物事を。そうですね。はい、まあ、でも、この辺はね、ちょっとやっぱり、人々人のやっぱ捉え方、残された人の捉え方もあるので例えば。<laughs> 急に元気な方が亡くなってちょっとねピンピンころりんいいとは言っているもののねやっぱり残された遺族のあのなんていうですかね気持ちもまあこの辺はちょっと置いておきながらやっぱりあのちょっと健康やっぱりしっかりやっていかないと透析だったりで結構やっぱり高額医療がかかっていくとやっぱどうしても費用というのを実はかさんでいくんですよ。 でそれをやっぱりやっ解決していかないといけないんですけどやっぱりお年あり増えていく、はい、しかしこの健康寿命は伸びないでやっぱり寿命は伸びていくやっぱり医学の進歩っていうのもあるのでこれをいかにどう生活習慣病から変えていくかっていうのもやっぱりこの早い時期からちょっと今どうしても何て言うんですかね40代とか、うん、もしくは30代はまだまだですね自分たちのにはまだまだそういう取り組みやってないので本当はもう。はいはいはい 20代ぐらいから意識をしてやっていかないと今、年間、茶ンだけでも数億程度伸びていってるんですよ、<だ>この医療保険が。はいはい、で、結構やっぱりそういう方々、例えば一人にも、まあ、極端に何百万年間かかっている方とかざらにいますしだから、あれなんですよ今、国がすごい行ってるらしいですよね、はい、地域に。 どうううにか抑えななさいいっっていうそ,うでそうなんですよね<ー>やっぱこれやっぱ健康でいただくってことは本当にとても重要でやっぱりどうしてもそこは避けて通れないお金でもありますのでそこはやっぱり蹴ちるわけにもいかないうそうするともうじゃあはいもう医療をやめてくださいっていうことになるのでそこはやっぱ避けることはできないのでそうなるとね逆に僕ら側もう大変な問題になりますからね。はい、そうですねはい えーっとですね高松真理さん、やっぱり地域のコミュニティが機能しているといいですね。そうなんですよさっきも言っている認知症、<うん S 2> そして機能していると実はあの健康体操といって地区の公民館に集まるんですよ。さっき言ったにらりセンターというのはとても広い場所なのでなかなかあの地域の方が大勢で集まるんですけど <はい S 2> 本当に地区公民館といって小さなもう公民館ですね。<うん S 2> のとか時に あのやっぱりこの地域のコミュニティがしっかりしているところは、うん、もちろん防災もそうですさっき言った認知症もそうなんですけどやっぱりお年寄りの皆さんも元気なのでそこに貯金クラブとか行って体操を作る貯金というのはためる筋肉ですね。 なるほど面白いですね貯金クラブっていうのを作ってそこで体操しながら出てくるんですよ。で出てくるっていうことはそれだけ実は大きく健康福祉に役立ってるのでそうすると出てくることによって例えばもちろんボケることもないですしまた楽しみも増えますしそこに結構。 うちの江口のところなんですけど毎週金曜日は江口商店っていうのをやってて各あの大変ですよねわざわざうちは近くにユニオンがあるんですけどユニオン行って買い物するのも自分ら運転して行けるんですけどやっぱりお年寄りの皆さんっていうのは歩いてしか行けないんですよねさっき言ったみたいにちょっと返納とかされてる方もいますのでやっぱりそういうことをやっぱりちょっとずつ解決しようってことでじゃあ地域のコミュニティがよく あのうまくいっているところはただそこにえっと商店ということでじゃあ近くのこのんていうかなこの事業所の売るところの例えば牛乳を売るところをやりましょう野菜を作ってるんだったら野菜作ってる方がスーパーに出すまではないんだけどしかしこの地域ぐらいには売るのがあるんだよって来たりとかじゃあもうスーパーみたいな地域そういう感じです これ新しいあれかもしれないですね、地域モデルというか。そうです、ね。もうやってるんですか。もうはい、実際今江口区がやってですね、結構た他,他の地域からも来て、結構。盛んにやってるところがあるんですよ。<ー>はい。ただ結構やっぱりうちらがそれに貯金クラブ、さっき言ったそれに、一緒に抱き合わせてやってるので、うもう賑わってますね。なんか、あの道の駅とかに、糸満とかに。あるあの市場の、もっともっとコミュニティ版みたい。はい、地域のもう、本当にもう、うちらの。ブラックが<ー>ブラック。 というかこの行政区が2000千、3千いかないぐらいですので、1000世帯ぐらいですかね、はい、のれか,からこんななっていくんですかね、やっぱり、もっとより地域にみたいないそうですね、逆にそうしていかないといけないと思いますね、いいはい、意図的にやっぱやっていかないと、社会の流れがそうなるのかな,そうなんですよ、そこを持っていかないと、やっぱり世の中、便利になっていくので、どうしても。 例えばアマゾンだったりとか東京ではもう本当にもう朝注文したら昼には食材が届くとかあるじゃないですか、はい、やっぱりこの沖縄でもそういうことがなっていく可能性もあるので,です、ね、やっぱり地域というかこの世の中はどんどん,どんどん進歩していてそうなるけど、うん、ましてドローンなんて持ってくるとか言い出してますよねセブンさんとかそう,そう,そう,そう やっぱりそういうのも必要なであるんですけど、うん、逆に。そういうことではなくて、地域のコミュニティを作るために。意図的に仕掛けていくっていうのは、とっても大事かなと思っていますね、うんうん。なるほど。ですね。はい、高松真理さんも。まさに離島にはドローンとかって。はい、あ、あります。うん、うん、そうなんですよね。いや、いや、いや、これはちょっと、やっぱ、すごいな、いいですね。うん、あの、戸口さん、だいたい。 まあ僕が今接してる議員さんとかですね見てたらこう通してるこのテーマというか、はい、自分はこれに強いからこれやるとかっていうのがあると思うんですけど、はい。はい 徳にさん今までは子育てそうですねはい中心に子育て中心子供たちのと、うん、中心にやっていましたね今回はもうより地域にっていう感じですかねそうですねうもうより地域にやっぱり幅広いね齢で、はい、結構議員経験もやっぱり長くなってきます、うん、きてますのでやっぱりどうしたらなんていうか地域がより良い,い方向に持っていくんだろうってやるとやっぱり子供たち でお年寄りだけではなくて、この地域力っていうのかな。それをやっていくのがやっぱ重要かなって、実はあの三期目ぐらいからちょっと思い出していて。なるほど。はい、そうですね。素晴らしい。いいですね。さあ、えー、それではコメント来てます。<ー>高松富士さん。ねはい、認知症対策というと。 生きがいを奪わないっていうのも大事なんですが運転されたら点々点ときてますこれは困るという,う、はい、あれでしょうか、えー、そこで今日のテーマです高松麻里さんナイスアシストですね、うんえー、高齢者の免許更新が渋滞していますよということで、はい 1>, えー、1ヶ月待ちというのもあるということで県内の70歳以上のドライバー数が今 えーとですね、2017年で8万6000人高齢ドライバーの増加に伴い免許更新時に必要な高齢者講習と認知機能を、うんえー、検査の予約待ちが県内で長期化しています、はいうん、70歳以上が受ける高齢者講習は平均34日待ち、うんえー、75歳以上が受ける認知機能検査は56日 お9日待ちだそうです県警や自動車学校の担当者は通知はがきが来たら早めに予約をと呼びかけていますとい。です、はい。そうですよね大変ですねこれがそうなんですよね先ほど言ったようにやっぱりあの、うん、実際やっぱりいるんですよねうもうまあ、認知症ではないんですけどちょっともう運転は厳しいんじゃないかとかやっぱりいるんですよね、うん、やっぱこの辺がやっぱり まあ実はの解決がまだまだやっぱり浸透してないってほう正直なところでですよね、これ、解決策、ちょっと聞いたことがないです、ね、そうなんですよ、うんで、実は今、ちなみに北谷町で、コミュニティバスっていうのをちょっと運行してるんですよ、それが今、実証人権の段階なんですけど、うん、実はの私が以前ですね、はい、ずっと政策に取り上げてて、うん、コミュニティバス、要は10名とか12名のよう、はい、本当、大きいバスじゃなくて、はいで あれをですねやっぱりこの例えば自主返納した方とかもちろん子どもたちはです、ね、無料にしていくとかっていう形でこの必要なところに行く、はい、っていう形を本当やっていただきたかったんですけど北谷、はい、町がこれを観光もしたい地域の経済にも寄与したいうーんしかもお年寄りにもやりたいでも公民館もつなげたい <laughs> 幅が広くなってるそうそう幅が広がりすぎると実は あのー、本当の普通のバスみたいな停留所をきれいに作ってはい、はい、でまあ、きれいなバスをやってで運行はしてるんですけど、はい、やっぱり目的がは,はっきりしないと意味ないなと思っていますので、はいはい、自分はもうあれを思い切って観光客がまずあれ乗らないので今はもう まあもちろんバスを乗ってやるか観光もいますがほとんどもレン,、ね、レンタカーが、ねはい、増えてますからましてあのスマホでどんどん検索してあるので行きたいところに行くんですよ。うん、それをあっちこっち行かせたいっていうのはこっちの押し売りなのでそんなあの観光っていうのはもう自分たちに雑誌すら買わないのでそこはもう思い切って切り離してうん、うん、観光は観光でしっかりあの別な方法でやっていただいてはい、はい、こういうあのコミュニティバスを自分は認知症なったりあのお年寄りの、うん 要は自主返納するきっかけ、うん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 、うん、生きがいを奪うんでとかなくて、それをやることによって、うん、じゃあ例えばこういうメリットがありますようん、うん、っていうのを一部としてやるべきかなと思ってて、メリットとかってやっぱりあります。まあでも行きたいとこにちゃんと行ければ、うん、そうです。より安心で行ければと、ね、いうことですよね。はい、僕やっぱりあのー、沖車沖縄車社会じゃないですか。で,、はい、で運転してても 困ってるような怖がわ乗ってるみたいな高齢者もやっぱ見かけますね。はい、見かけますよね。はい、いますいます。やっぱねそれ見てたらちょっとね、うん、と思いますね。高松真理さん、うん、私離れられたんですよ去年。<laughs> <laughs> 大変。これでも冗談抜きで危ないんですよ。危ないですね。結構お年寄りの車って、うん、あの危ないなーって思ってる方々ってやっぱりあの車がおそらく駐車しながら。 ぶつけてるのが、うん、あの走行しながらぶつけてるかとかない、うん、結構やっぱりぶつけられた後ってあるんですよね。ありますね。結構やっぱ認知症にもやっぱ特に多くてですね。うん、やっぱこの辺ちょっとまあ結構やっぱ跳ねたってなるとですね。うん、あの幸いあの今元気だとは思うんですけど、はい、やっぱこういうこともありますので、うん、やっぱりあのどうにかあの自主的に返納していただくっていうのをなんていうんですかね。それを 美徳じゃないんですけど、うん、そうすることによってなんか次のステップができるような形っていうのはまた新しい生きがいとかそう,、ねうん、そういったね,ねより利便性が増すみたいなそうこと、ねうん、をできれば、まあ、先ほど言ったじゃあ車だったらこの,このコミュニティバスでちょっとタクシー的要素も含めて例えばこの時間帯やったらじゃあこ,のなんてのこの地区からこのところから、はい、例えば買い物するところとか。うんうん でもちろんいろんな住民票とかも取りに行かないといけないので国保もありますし介護保険もあるので、うん、じゃあその時にはじゃあ保健センターだったりじゃあ役場まで行くとかいうのをう,ん、うん、うまく臨機応変に使えるような形でやっていけばわざわざもの人物って、ね、ぐ,るぐ,るぐ,るぐるぐる回る必要もないんですよ。それをやるとか あとは自主返納することによって少し得点を上げるとか一時的にこれがもううまくいくんだったらまあ恒久的にできるように何らかの国とも対話しながらっていうやってるのもいいですし多少少し、あのー、生きがいそこに自主返納することによって生きがいとそれがなくさないような形っていうのをやっぱどうにか作っていかないといけないかなと思ってますね。うんうん、ただここれすすごいいいと思うんですけど、はい、やっぱりこの 民業圧迫の話も出てるじゃないですか。これどんな人バランス取るんですか。もうこの民業圧迫とかさっき言ったタクシーですよね。自分はこのコミュニティバスっていうのは、うん、せいぜいかえって一時台なんですよ。この一時台で網羅できないので。さっきも言ったあの東とあ、うちらが東部地域と西側西海岸地域ってあるんですけど。うん、まあその辺に例えば本当にもうなんていうのかな。 4 0 0ーのところにも使ったりしますのでさっきも書いてるんですけどこの58号線挟まないといけないとか結構ありますので、うん、そういうところにはこれを使ってあとは思い切ってタクシー会社とタイアップしてそうすると例えばこの料金だけで人も雇わないでいいですし今実は人も雇っているので。あそっか逆に 安くなるんですよ安くなるタクシーとタたやぶちればなるほどあの別に車両をあの保管しなくてもいけないよい,い,い,、はい、いらないですしはいはい、はい、タクシー会社にしてはもうねそうですね利用も増えるともう全然売上,げも上がりいると思いますし、うん、ただこれを例えば契約しないのもあるんですけど、うん、なんていうんですかね年間 いくらでじゃあ難民出さんといけないよってやってしまうとまた高くなるのでこの辺を例えば利用したらこのタクシーチケットってわけではないんだけどそういう仕組み作りみたいのもしっかりやればですねただこれを曖昧にしてしまうとただのタクシー券になるのでそれはいろいろ考えないといけないんですけど別にいろんな方法を考えてだからこの辺を民業圧迫ではなくて一緒にやっていけばやっぱりどうしても行政っていうのは。 ききっっちちりりすするるるのででそうと金かかんよ例えばこの何年以内に必ず何面乗せないといけないとかこのぐらい確保しないといけないとかではなくてまあこの辺もしっかり民間と話をしてまずできるところからやっていくって形をやっていけばさっき言ったように単年度ってやるんですけど要はこの年度までやらないといけない4月から3月末までやらないといけないっていう捉え方もやっぱり議会からゆっくりはないんですけど やっぱこの単年度でやっていくっていうことの狭間もありますので。自分はそれも考えないで、やってもいいかなと思ってますね。なるほど。いっぱいコメント来てますね。はい、えっと、シプレムさん、都内では駐車場の問題があり、コミュニティバスをよく使いますが、便利ですよ。<ー>そして、お年寄りの利用者が結構多いですね。いいすねということです。あ、そうなんですね。<ー>で、都内のコミュニティバスは民間委託ですね。 おそうなんですかぜひあのちょっと調べて結構あるみたいですねコミュニティバスの民間委託、うん、えそうなんだ、うん、うちも一応は<ー>先ほど雇ってるっていうのがバスを買って、うん、でそれを一応民間の,あの要はタクシーバスも持ってるところなんですけど、うん、そういうこの交通会社に委託はしている状況ですね、はい、なるほど、えー、高松真理さん田舎の年寄りと都市部の年寄りって違いませんか田舎だとととかで勤めたことない人が バスの不自由さになれるかどうかが「何か言うと切れるしアウトローなおじいちゃんとかゴロゴロいるのが地方」<laughs> <laughs> <laughs> そううなのかな <laughs> どうですかね。あですねまあちょっとコメントがしないの少なくとも茶担町のお年寄りも。うん まあ大変な方もいますけどまあいますよねどこでも <laughs> <laughs> この辺はちょっと何とも言えないところですねこれは年寄りじゃなくても若者もいっぱいいますからそうですね <うん S 1> お年寄りが言ったことじゃなくてよく言うお年寄りが言う今の若者はっていうと一緒だと思いますねですね今のお年寄りはっていう方もいますね <laughs> <laughs> そうですねはい,はいえこの辺はねもう本当にやりながらっていう感じですかねこの高齢者の免許問題も そうしたら、ねうん、事故も、えー、割と減るだろうし、高齢、ね、者の方々も生きがい持っていろいろなところに行けたら、うんえー、より活発になっていきそうだし、そうですよね、これはやらないといけないことですので、先ほど言ったあの地域福祉なんですけど、うん、やっぱりこういうところから捉えていけば。 もしかしたらね自主編乗せるもしてもこっちで買い物できるからもういいかなとかまあさすがに登れはできないんですけどその時にはですねあのまあしっかりあのまあ息子たちとかもしかしたら孫の世代が、うん、あの運転免許も取ってるんですが、はい、まあこのように利用するっていう仕組み仕組みというかもう家庭のあれですね、うん、話し合いとかも必要になってくるなとは思ってますねなるほどわかりましたはい、えー、それでは一旦 C.M. いきたいと思います、はい、あ面白いな。うん 結構身近ですよ。あのこれ認知症のやつって半蔵と一緒にやってるんですか半蔵ってやってますはい。ああ。半蔵こっちで番組持ってるんでしょあそうなんですか。はい。誰が来てるのかなアゲンダさん。アゲンダさん。岸本さんとやってるんですか岸本さんも来てます。うん。やってます、やってます。一緒に。素晴らしい。もうアゲンダさん昔からこう知ってて僕は FM 小ザやってる時から。あそうなんですかうん。 来ててあの、こういう自分のお母さんがこんな,のかなって、どうにかしてくれないかっつって、はい、で一応放送できるけどっていう話からいろいろとやってて、うん、素晴らしいですよねこのここはまずやって、うんうん、しかしあのうちらの考えもそうなんかあのか自分たちのものにしないと、うん、絶,対で絶対できないから、うん、まずは 触りせて教えてもらってうん、うん、あくまでも自分たちでやろう,うん、うん、でそこをアレンジしていこう要は自分たちの形に、うん、そうしないと続かないだろうってことで結構半蔵さんとみんなでやり取りしてはい、はい、しかしもう全てを習うのじゃなくてはい、はい、まあ連携取りながら結構やってますねそうしないと半蔵さんもこっち来てるんですか<し>ああすごいですよ半蔵はもう今

興味があるかいろんなことがわかりますね。はい。じゃあ行きます。はい、さあお送りしております。大雪沖縄今日の MC はですね、茶碗町議の徳地さんでございます。はい、さあえー、っとですね高齢者の。 免許更新のお話が、えー、結構やっぱり皆さんあれですね、あのー、すごい興味があるというか、うん、そうですね、はい多いですねろいろとコメント来てます、はいえー、高松森さん時速40キロぐらいのオ大戸山林専用の道路を作ったらどれだけかかるんだろうかと思ったりします、うん、これは費用ですかねはいはいはい面白いというか,なんかすごいですね、うん、発想が うんまあ、でも道路ですからね、多分だ,だいぶ費用はかかりますね。<laughs> <laughs> ただ、どうするかっていうとねいろいろまあ考えながら、いろんな、ね、あの先進地を見ながら、もちろんうちらが先進地になることも十分可能であるので、ちょっとこれ考えながら、ただ、道は高いですね、<laughs> 道は高いそうです、ちょっといろいろまた問題もありますので、はい、大塚県二さん、面白いあれ、来てますね、2020年に向け、自動運転はまだまだ先になると思いますが、はい、これ。 何ウーバーの動きが本格的になってくるかと思いますあーウーバーか、あれですよね、あの要はここに送ってく,るあのく,るくれるの、やっぱタクシーじゃないんですけど、うん、そういうアプリですよね。 海外で結構行くウーバーっていうの聞くんですけど、多分そのことかなと思ってはいるんですけど。これあのチャタンで自動運転の運テストしてますんでしたっけ？はい、あのやってますけど、なかなかうまくいってないって聞いてますね。あ、の別にチャタンがやってるわけじゃないですからね。はいはいもちろんわかりです。チャタンの道を使ってやってるっていう、やってた。えっと道ではなくてですね、あの歩道をですね。あ。 歩道、もちろんあの危ないですね、あのスピードが出ないやつで。あのちょうど、えっと野球場あたりからですね。えっと運動公園をずっと通って、アラビーチ。あの辺までの、えっと距離からすると、2キロか3キロぐらいでしたかね。5キロいかない程度のところを自動でやるって感じでやってましたね。うまくいかなかったんですか。今なんか止まってる感じしますね。ああやっぱり、もしかしたらこの今。 開業してるのかな。いろいろなんかデータ集約的なのやってるんですかね。そんな別にトラブルが起こったとは聞いてませんので、あくまでもこのこのデータを取るために流してるとは聞いてますので、もしかしたらそういう段階かもしれないですね。はい。なるほど。はい。さあえっ、ー、とですね。大きタイムスで出ていたこの記事続けて紹介します、えー。認知症高齢者が3万9千 393人ということで、はいえー、県内の3月末要介護者の71%が、はいえー、認知症高齢者ということですね、うん、県内で介護サービスを受けるために必要な要介護、うん、要支援認定を受けている65歳以上の高齢者のうち何らかの支援が必要な、えー、認知症高齢者と判定された人が 3月31日現在 39, 39 3万9393人となったことが、えー、分かったということですね。うん、そうなんですね過去最高らしいですよ。でもやっぱ数字見るとすごいですね。うん、<laughs> このやっぱり認知症っていうのは先ほどちょっと地域と一緒に住みやすくするようって,言っ,て、まあ、言ったんですけど、うん、まあざっくり実は言ってるところなんですよ。でやっぱ実際この認知症を抱えたこのなんていうんですかね あの家庭っていうのは多分それだけ苦しんでる方なのかなと思いがありますのでやっぱりどうしても認知症っていうのはあのなんていうのよくあのやっぱりそう理解してないっていうのがありますのでやっぱ例えば物忘れをやっぱり理解していない本人はやってないので例えばねあのよくあるトラブルがあのお前まあ息子とかもちろんあの、はい。あの 夫婦関係だったりしたどちらかがなった場合には必ずなんかあの要は「お前俺に嘘ついてるだろう」とかああありましたやっぱそれを受け入れないっていうかやっぱそういうことからまず始まっていくっていうんですかね軽度なやつって言ったらいいのかなでこういうこともあるので多分おそらく数に出てる以上にあのおそらく先ほどもあったんですけどあの認知症かなって って思う前に結構症状はすでに出てるのでその数以上にもしかしたら倍以上とかにあのなってる可能性もあるのでやっぱり知識を理解していけばいくほど。 やっぱりそれを受け入れるっていうことがやっぱり難しいと思うんですよ確かにその受け入れていかないとやっぱりどうしてもトラブルがあるのでこれが例えば言った言ってないで起こるぐらいならまだしもそれが例えばもうお金の問題とかになっていくとそれをですねやっぱり言われていくとやっぱどんどんあの辛いですよね普通の人でも言われて辛いのにいくら認知症って分かっててもやっぱり言葉ははっきりしてますので あのー、やはり辛いと思うんですよ、うん、やっぱり言葉の暴力ではないんですけどはい、はい、やっぱり、あのー、認知症をされてる方はそれがやっぱり,あたりもう忘れてる、うん、しかし理解もしないまま一緒に暮らしている人は、うん、もしかしたら変なぬれぎぬを、はい、かぶせられるかもしれない、うん、お前は嘘ついてるいや俺はここにあったって、うん、かあっちまうのでやっぱまずはこの触りではないんですけど、うん、やっぱり理解していくっていうのがやっぱと とても重要かす、ね、あとはやっぱりね、シプレームさん、来てますね、うん、認知症を患った方を抱える過程で、生産な事件が多発してますよね、うん、民生委員や地域コミュニティを活用した防止策が必要ですよね、はい、まあ言うのは簡単ですが、って来て来ますすそうなんですだからこれってね、先ほど、やっぱ戸、えー、口さんのこの公約にもあったとおり、うん、地域づくりがやっぱり大事になってくる。 この高齢介護っていう言葉も出てきてて、うんはい、結局介護してる人たちがもう大変な目に遭うっていうそうなんです、ね、これ一人でやるとやっぱ大変なんでそうなんですよ地域巻き込んでできたらやっぱ一番理想であるじゃないですかです、ね、だかこれが言ってるようにやっぱ介護してる方、うん、もちろんさっきも言ってる認知症を抱えてる家庭家族 もしくは息子と組んですけど世帯、やっぱりそこもケアしていかないといけない、そこのはけ口じゃないんですけど、そこのまた違うずっと介護、介護、昔はもう大変でしたよね、介護するところはもう必ずこの人が見なければいけない、奥さんが見ないといけない、長男の嫁とかね、とても過酷な世界だったじゃないですか、介護が、多分おそらく認知症もまだまだ認知されてないので、ちょうど同じような感じだと思うんですよ。でも今は 介護を支援している方というのかな、はい、そういう方たちのやっぱケアもようやく進んできて、うん、あの介護するというこの辛さを昔みたいに日本人とはみたいな感じではなくて、うん、やっぱそこもケアしていかないといけないよねって進んでいるので認知症も同じようにやっていかないと。うん やっぱり何かの悲惨な事件が本当に表面化なってどうしようもなくなってそこをケアするっていうのはお金もかかりますしまだまだこの制度的にもねやるのに時間もかかるのでやっぱり自分は、もうこのようまずはもちろん介護あの認知症を受けている方あのでもちろん介護が必要な要介護の方もあの今まで通りやっていくのも必要ですけど同じように支えている要はこれを支援している介助している方のやっぱりこのケアっていうのも大事。 そしてそこからまた地域が入ってきてそして行政がやっていくっていうのをやっていかないとやっぱまずは理解やっぱりこの理解がまずは真っ先にやらないとまず真っ先に見つける認知症を真っ先に見つけるっていうのもあるのでそうすると少しずつ少しずつ遅らすことは可能ですのではいい遅らすっていうか止めるですねもちろんちょっと進んでいくっていうのはあるんですけどこれを少しでも遅らすみたいな形は確かできるみたいな話も聞いたことあるので。なるほど この辺をやっぱりまずは理解していく状況を理解していく、うん、でこの認知症という病気を理解していく、うん、でそれを支えていくための心構えもやっぱり理解していかないとやっぱり言ったようにこのなんていうんですか悲惨な事件、うん、やっぱり出てきてはいるんですよね、うん、幸いチゃたんであまりないとは聞いてるんですけど、うん、でまた民生委員との関わりですよね。うん、実はこれ今とっても いまだに大きく実は問題になってるんですけど、うん、やっぱりこの個人情報保護はいはいはい、はい、もうこれが出てきて民生委員とやっぱり自治会とのですね、うん、やっぱりこの情報交換がやっぱり、ね、やりにくいこれどうにかならないんですかね何回よく聞きますよ最近これやらないと,とっやっぱりいくらあの個人情報とはいえ、うん、やっぱり何らかの形で少なくても地区の地域の公民館のまあ、うん 口調だったり、うん、もちろん民生に関わってあるんですけどそういうなんか組織的なのを作るそこには情報提供をするとかそう民生はやっぱ僕知ってた方がいいと思ううんでですすそねこの情報共有がやっぱなかなかこの個人情報でできませんよとの一点張りなので、はい、そうすると実はあのー、自分たちの社団の地域でもそうなんですけど、うん、孤独死とかのやっぱ発見も、うん、あれとってもやっつらいですよね。はい あのー、だいぶ経ってからしかやっぱり見つからないとか、うんうん、もちろん普段からだったら見つけるのもないですけどです、ね、でまた担当の民生委員さんの心をくじくじゃないですかだからやっぱりね民生委員さん守るためにもやっぱりやっていかないとちょっと難しいのかなって気がしますね、うん、そうなんだからもうこれをやっぱりやっていかないと、うん、さっきの全く一緒にです、ね、やっぱ地域を支えているこの民生委員さんも同じように、うん、まあ 家庭で帰るとやっぱり介助している支援している方っていう捉え方をしないといけないのでやっぱりこの辺の理解をどん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 深めていってやっぱりこの行政との対話もしないといけないけどやっぱこの制度的なのもしっかりこの変えていくっていうのをやっぱり予算だけじゃなくてあのそこをやっぱり行政とやっぱり議会ですね。 あの救っていけないしもちろん民生委員なんて今やる方少ないですのでそれを増やすっていうのは、うん、ああ来てますすね、うんうん、そうなんですよやらないといけないんですよね,ね高松万里さん介護する側を孤立させないっていうのも大事求人情報でも子育て支援はあるけど介護の支援はないですからね <laughs> うんそうですよねだこれ自分やっていかないといけないと思ってますね、うん、まさに。 大塚健さん友人を任せられないと、えーうん、自宅で親を介護してます、余計なことはするなと何度も喧嘩してます、はい、介入できる情報、えー、持ってほしい,待ってしい権限を持ってほしい、ね、あ権限持ってほしいですそうですよね、だからこの辺がやっぱり難しいんですよね、この権限と要はそこに、なんていうんですか、うんあのー、入っていくのもやっぱり大きな権限があるので、うん、ちょっとこの辺ができるかできないかってやらない。 いろいろまた精査しないといけないところであるんですけど、うん、やっぱりこの理解をやっぱり多くし増やしていくっていうのがやっぱり自分何か何回も繰り返すんですけど、うん、要は閉じこもらないでいいんだよ。うん、要はそこがどどどどんどんんどん自分二人の世界 もしかしかなってるかもしれないしそういう小さなところでやるんじゃなくてもっともっと同じような境遇の方がいるっていうのも分かりながら相談できるっていうのものあのやっていかないといけないので、はい、やっぱこの辺はやっぱり民生以外は多分,分かっていますので,、うん、でやっぱり情報もいただいてしっかり行政からうん、うん、こういう状況みたいですやって地域と一緒に解決していくってやらないと自分は身近なところからやっていかないと厳しいと思いますね。 なるほど、うん、やっぱねこの問題は非常に大変だと思いますが、はい、もう戸口さん頑張っていただきましょういやもうこれまずやっていかないといけないなと思ってますのでそしてですねメール来てるんですよ、はい、これどうしよう特命、えー、さん一応紹介します、はい、こんばんはご質問お願いいたしますんん神戸連続殺傷事件のことで、はい、自治体の犯罪被害者支援条例の制定への陳情を 第452回茶壇町議会定例会で取り上げていただきました、はい、資料配布になっているようです議員さんの資料を見ての見解を教えてくださいということですがはいえっ、ー、とそれ資料配布になりましたでご存知えっと実はあの、はい、中身自体はですね、はい、えと実は審議がやっぱされて今、ま、結構 数が多いんですよ。資料配布っていうのは、すみません、あの順、ー、番がちょうどこの管轄の委員会ではないですので、はい、ちょっとまた。 ある程度、議会でもあの確認するんですが、はい、ちょっとまだあの見解をちょっと述べれるほどの、まだあの実際のあれを見てないので、はい、ただしかし、もう少しですね、実は、資料配布が多いんですよねう、この辺をですねもう少し一個一個拾ってもいいのかなって実は思ってますので、結構やっぱり判断が厳しいものはすぐ資料配布にするっていう傾向があるので、<laughs> 実はこれが議会改革なんですよなるほど、はい。これがですね例えば これがちょっとうちらじゃ判断し,判断しにくいよねっていうものは意外とあっさり資料配布とかになっちゃったりするので自分は実はこの議会閣の人にも実は入れているのであ、はい、このやっぱりこの陳情いただいたものに関しては。うん 多少やっぱり難しい分あるんですよこれは国がやることじゃないかとか県がやる判断じゃないかとかあるんですけど確かにそれはそれを置いておいて陳情を頂いてるんですからそれを地域にまずは持ち帰って判断をしてそこからこれでどういうことが当てはまるのかなという話すきっかけで自分いいと思ってるんです陳情もちろんそうじゃないのもありますよしかし権限的にうちらじゃないよねってものに対してはそういう視点を捉えながら あの一つの、なですかね、審議をしていく材料としては、自分も全然構わないかなと思ってますので。私はあの報酬もいただいているので、あのやる、あのしっかりとした、あの土台もありますので。なるほど。あの判断が難しいから、おそらく判断が難しいから、白いふうになったと思います。はい。これちょっと、あ、します。これ、あれしましょうね。あの、一回ちょっとまた、戸口さん、ちょっと見てもらって。で、話せる段階になって、また。 次回話するということで、匿名さんすいません。よろしくお願いします。すいません調べてきます。大雪なあ今週は以上でございます。皆さん本当にたくさんの意見活発な議論になったと思います。ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。ありがとうございます。さあではまた来週さよなら。はいさよなら。面白かった素晴らしいありがとうございます。福島面白いです。